皆さん、こんにちは。なるほど、てんです。今日も間違い探して遊んでいきます。さあ、今回はこちらですね。行ってみましょう。うわあ、図書館ですかね。いいですね。おしゃれですね。なんか、なるほど、なんか、大人になって1回ぐらいしか行ったことないですね。図書館。まあ、昔は、なるおばあちゃんに連れて行っていただいてたりですよね。なんか本読んでましたけど。さあ、最初に、このお、椅子がない。 こういう、なんか、あれですよね。椅子に座ってお読みできるって、なんか、すごいですね。本棚の横の。椅子の形が違う。えー、っと、まあ、本があるかないかとかですかね。あ、ここ。また塞がれてる壁が。えー、っと、ここの手すりがない。お、あと1個。あと1個、どこえー、っと、男性の方は、あれでしょう。色が違うとか でもな、ね、い。奥の手すりあるでしょどうあるでしょう椅子が1、2、3、4。黒いのもあるし。えー、っと、ガラスの吊り込みも大丈夫。あ、間違った。っしちゃった。えー、っと,、えーっとえー、あと一個どこまあでもこの奥っぽいですけどね。木があって、なんかあって。んあれちょっと引いてみますか。 上の天井映り込みもないでしょうえあと一個どこですかね窓窓さあわかんない本棚何かないとか さあどこかどこか左上うーんわかんない影影影もないさあもう一回ちょっとアップしましょう左の奥ですかねまあ椅子の足がない机の足がないはあるんだけどね人の腕がないとか足がないとかそういうのないですからね 安心ですね、えー、どこどこいやーこれ難しい最後の1個が何かが足りないのか出っ張ってるのかたまに適当に押したら当たる時ありますけどさすがにそれはちょっとやりたくないですかうーんと電球の形が違うとか上の。 車車ありますよね。上の木。細い木。わこれちょっと難しい。じゃあヒント使いましょう。皆さん分かりましたかねえわ電球が足りなかった。あんなに電球大丈夫って言ってて、ここに <laughs> 1本足りない。わあ、見落としましたか、残念。 さあということで今回の動画以上とさせていただきます他にもゲーム実況たくさんお出ししてますのでよかったらなるほどでのチャンネルの再生リストから、えー、たくさん動画ご覧くださいませではご視聴ありがとうございました